私急に素朴だったりしないですか？令和になってからよくあるよね。あとやけに雨ありません？令和になってからよくあるよね。梅雨って聞いたことある？ありません。あれ坂本ポカポカ陽気の漫画に簡単に青春を消費したいんです。何度も殴られるこっちの気持ちにもなってみろよ。スクエコあ、あなたも坂本になりませんか？はい、シュチュです。何これ、坂本の代わりに蘇生の相手してくないですか？どうせ気づきませんよ、蘇生アホなんで。萌え、いい感じです。さあマリン先輩も萌え萌え萌え同じだろ。とにかくこいつ始末しといてください。これ10円で削るやつじゃん。機密情報なので暗号化してるんで。ネズミで突破されるって。あれ、この帽子私じゃん。くそ、創生になんかしたんすか？これつけて聞いてみるとか。萌え、おらあ、南の島行きたい。お前の情緒はどこにあるって。浜辺のホテルでインターンやりたい。ただのリゾートバイトじゃん。温泉にまみれたレオの手は海で消化したいんです。急な掃除やムーブやめて。手分けで地中海に行ってきます。南国は、地中海って南じゃないんですか？北だわ。地球は丸いんで方角なんて合ってないようなもんすよ。全国の船乗りに謝れ。この度はただの海賊コスプレ女にもかかわらず、全国の船乗りというでかい死語を使い塚本に突っ込んだ件について、謝罪します。って、なんで私が乗りツッコミ。令和になってからよくあるよね、そのフレーズ。流行ってんの？